今令和4年だぜ、古いじゃん。こちらね、私もね。それゆけ親方ちゃん、会食万歳。こんにちは、親方です。最近カツンとみかんにハマっているタクロです。今日はね、週に一度の会食万歳の時間がね、やってまいりました。今日は網焼き亭さんにね、行ってきたんでね、ちょっと網焼き亭さんね、ちょっと調べてみたらね、平成7年7月に1号店となる春日井本店をオープンさせました。愛知県ですね。愛知県を中心に出店し、岐阜、三重、滋賀などね、関東にも進出。令和3年現在の店舗数は109店舗まで拡大しています。私の調べではね、そうなってましたよ。今令和4年だぜ、古いじゃん。こちらね、私もね、仕事で通る道にね、あったんですけどね、ちょっと入ってみようかなと思ってね、入ってみましたんでね、なんとね、ここはね、目の前でね、なんかこう、ちっちゃい釜みたいなのね、炊きたてのご飯が食べられるみたいでね、それが一番ね、印象的でした。それも含めてね、VTR ね、ご覧ください。VTR、スタート。
勝手にふざけてやってるみたいな。ふざけてやってるみたいな。このままで。いかがだったでしょうか。すげえうまそうだったじゃねえかよ。今日はね、VTR 中にね、私がね、喋るとね、うるせんだよなんてね、言われてたもんで。確かに今日は喋らずにね、そのまんまの音声をね、流してみました。まあ、こっちの方がね、よかったんならね、これからこれでいこうかなと思っております。あのご飯ね、美味しそうでしたね。まあ、美味しかったんですけどね。勝手にね、私ちっちゃいおにぎりをね、作っちゃいました。あれは私のね、勝手にやったことなんでね、ああいうメニューがあるわけではないですよ。なんだよ、てめえが勝手に作ったおにぎりかよ。ではまたお会いいたしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。